Hey guys, it's Yuta. So, what do Japanese people think of the election result 2020? Check this out! 今回の選挙の結果についてどう思いますか？僕自身も多分バイデンさんが勝つとは思ってたので、妥当な結果なのかなと思います。どちらを応援してましたか？僕はバイデンさんですね。トランプ大統領はどちらかというとかなりこう攻撃的なイメージがあって、なんか政治というよりはそのお金とかの面でしか見てなかったんで、どちらかというと大統領とかには向いてないのかなと思いました。まあ、正直言ってなんか泥仕合な感じがしてて、バイデンさんが実力で勝ったっていうよりか、反トランプさんの人の票が集まってっていうのもあるんで、人の悪口ばっかり言うとかってちょっと紳士的じゃないスタイルがあんまり好きではなかったっていうところですかね。結果についてどう思いますか？あ、よかったと思います。もろ手を挙げて賛成。やっぱりオバマさんがね、日本との平和とかいろんな努力されたのをね、引き継いでほしいとの同じ路線で行ってほしいなと思います。バイデンさんが勝つべくして勝ったとは思います。トランプさんの4年間は結構好き勝手にやってましたんで、いつまでも続かないなとは思っておりました。変化があるありそうな結果だったので、私はワクワクしている感じです。汚い票を使ったりとか、お金で買収したりとか、プライドはないのかなって。純粋な気持ち、綺麗な気持ち持ってる方っていうところで、トランプさん推し、ね、バイデンさんについてるその勢力のお気持ちも分かるんですけど、それほどしたいことがあるならもっと正々堂々とすればいいんじゃないかって。ああ、よかったと思います。トランプさんちょっと何するか分からなかったみたいなところもあって、ね、勝利宣言されてそのスピーチがすごく良かったなと思ってます。平和になるかなっていう感じですね。当然かなっていう気はしますけど、人種差別の問題であったりとか、コロナの対策がアメリカのね、その国民の信頼を得てないというか、日本から見ててもそれでいいのかなっていう気はしましたね。良かったと思ってます。トランプさんはね、わがままで自分の思い通りにいかなければもう嘘のニュースを流すでしょう。大統領だからっていう形でお飲みにする人が来てますよね。ですからバイデンさん良かったなと思ってます。なんでバイデンさんは当選したと思いますか？多分トランプ大統領を応援する人たちっていうのは投資家とかの人が多いと思うんですけど、結局コロナの影響とかで多分損することが多くなったり、コロナ対策が不十分やっていうような意見とかをこうトランプにしてもあまり聞かなかった部分があるので、こう失望したんじゃないかなと思ってます。多分バイデンさんがいいというよりはトランプさんがダメだっていうふうにやったのかなと思ってます。放送されてるのってなんか相手の批判ばっかりなんで、まあ、正直なところ僕はよく分かりませんけど、反トランプさんがやっぱり多いのかなっていうところですよね。アメリカ合衆国は分裂じゃなくて団結すべきだというコメントが良かったんじゃないですか。守ってくれるようなリーダーシップ発揮してくださるような大賛成で、はいはいはい。なぜバイデンさんは当選したと思いますか？はい、トランプじゃなかったからです。4年間結構激しいことをやってられまして、トランプさんはどういうような政治を行ってきたかっていうのはよく分かったと思うんですね。そういう過激な政策とか行政っていうのは長持ちしないだろうなとは思っておりました。でそれはアメリカの国民も同じだったと思います。前の方の今までのこうやってきたことを見て、もう何か変えたいなって思いで、なんか選択されてる人の方が多いのかなという印象です。いろんな人の意見を入れながら進めていくっていう未来を皆さんが選びたかったんじゃないのかなってちょっと思います。日本のメディアはそういうふうに煽ってるところがあるけども、まだきちんと決まったわけではない。きちんとした票が入ってたら納得するじゃないですか。でもその票もなんかちょっと怪しいって感じざるを得ないのに、そうしたこと日本は報道しない。なんか不具合を感じる中でバイデンさんバイデンさんって言ってるのは、あなたたち恥ずかしくないですかって言いたい。やっぱり皆さん平和を望んではるんやろなっていう、なんか誠実な感じはあるので、
トランプさんみたいにね、その目先のことだけじゃなくて平和っていうのはすごく大事やし、それをこう先に立って実践していってくれたら世界がもっともっといい風にいくのかなって。まあ、人の話を聞くというか対話をされるような方の印象がありますね。やっぱりアメリカをとりあえず一つにしようとなさっているような感じはしましたね。でトランプさんはどっちかというと、まあ、ワンマンといいますか強い大統領という感じではするんですけど、一部の方にしか多分受け入れられてないような気がしますね。共和党のねやり方がまずかったから違います。なぜトランプさんは負けたと思いますか？北朝鮮とか中国に対してもなんかいい時もあればすごい悪いこともしたり、こう差が激しすぎて自分勝手すぎた部分があるんじゃないですかね。分断を進めたっていうところでやっぱりちょっとそれじゃいけないと気づいたというのと、ちょっと刺激が強すぎるのかなっていうところは感じてます。中国に対する批判とかね、まあ、ああいうのも普通の人ならそんなこう過激には言わないところ、こう直球すぎるのかなっていうところで敵をまあ作りやすいんだろうなと。まあ、それが正しいのかもしれないけど、もうちょっとこう言葉の選び方とかそういったところももっとこう紳士的であるべきっていうところで反感をやっぱり生みやすいのかなっていうところはありますよね。トランプさんはあの人は政治家じゃないと思いますが、事業家でやっぱり商売っていうかね、そういうことに長けてるけれども政治家には向いてないわ。なんか言ってましたよね、アメリカが第一だっていう、わがままっていうか他の調和を見ないというか独断で走るというか、そういうところが、はい、トランプらしさを思いっきり出したからだと思いますけど、傍若無人ですね、はい。私の個人的な見え方が結構なんか傲慢な感じに見えちゃう、多分そうじゃない方だと思うんですけど、私は日本人なんでちょっとそういうところが気になりました。不正投票の影響大きいと思います。陰謀論って一言で片付ける方もいらっしゃるし、おかしな力が働いてるのは正確な情報を捉えた方なら分かることで、でもそれが伝わってるか伝わってないかだけの世の中じゃないですか。だから正しい情報をもっと日本は伝えていかないといけない。一番はやっぱり自分がコロナにかかったっていうか、こういう方に任せていいのかっていうふうに取られたんじゃないですかね。今後、まあ、日本にどういう影響があると思いますか？あまりこう詳しくはそのバイデンさんがどういう人かは分からないんですけど、多分トランプさんよりはおそらくこう平和な方に持っていってくれるんじゃないかと期待をしてはいます。コロナ対策とかについてもっとこう今よりも協力体制とかをやっていって、まあ、よくなればいいなと思ってます。北朝鮮政策とかその辺のところで、まあ、トランプさんの方が良かったみたいな話もありますんでね、まあ、そこら辺は引き続きバイデンさんがやってくれればいいなと思ってますけど、あまり経済の方には力を入れてこないと思われますね。金融あるいは貿易の面で多少影響が出てくるんじゃないかなとは思います。ちょっと優しそうな人なのかなと思うので、表面的にはまずはうまくいきそうなのかなって。バイデンさんだったら余計にいわば日本のそうしたお金持ち社会の格差が広がる、もっともっと国民が貧しくなって日本のお金が外国に流れていってる、でもそれがもっとひどくなって自分たちで生きていけ自分たちで生きていけって言って公的な支援もなくなっていくんじゃないか。だからすごく今時に大事な時かなって、まあ、中国との関わりとかその辺から全部日本に関わってくるんだろうなとは思うんですけれど、どの国とも仲良く世界が本当に平和になってほしいなと思ってます。日本にとっては僕はいいんじゃないかなって逆に思うんですけどね。トランプさんとかだとやっぱり命令じゃないですか。でもやっぱり友好国としてのお互いにっていうのが多分できそうな感じはしますけどね。 So as a Japanese person, I don't find these reactions particularly surprising, but I was happy that we could capture a variety of responses.Obviously, these are just a few Japanese people, and other Japanese people might have different opinions. And if you want to talk to Japanese people, you need to learn Japanese. And if you want to learn Japanese with me, I can teach you the kind of Japanese the real-life Japanese people today actually speak, which can be different from the kind of Japanese that textbooks teach you, because it can be unnatural and old-fashioned. So
So click the link and subscribe to my email group, Japanese with Yuta. All right, see you guys soon. Ciao, ciao.